よろしくお願いします。お願いします。たまちゃんです。はい、たまちゃんです。寿司三昧みたいになっちゃった。はい、髪の色がすぐ抜けちゃう。今までどんなカラーをしていたんですか？ブリーチとかはしたことなくて、で、うん、あ、でもちょっと前にこの辺だけやったんですけど、うん、多分もう生え変わってると思います。ブリーチして紫入れたんですけど、でもカラーがうまく入らなくて紫もすぐ抜けちゃって。ああ、なるほど。中途半端な、中途半端な感じで。今までイルミナカラーとかやってた？何ですか、イルミナ？わかんない。なんかちょっと透明感の出るカラーみたいな。透明感って言われたような気がして、カラー剤の名前が分かんないんですよ、ね。なるほどなるほど。なんかすごい髪の毛がキラキラしてね、毛先の方が抜くなんかキラキラ。そうそうそう。それなんでかっていうと、はい、髪の毛の内側の色素が破壊されすぎちゃって、変に透明感が出ちゃってるというか、本来なら髪の中に色素が詰まってる状態で、うん、光を反射しやすくなるんで、はい、艶が出るんですけど、うん、それが出ずに、なんかちょっとキラッとした感じになっちゃってるから、もしかしたらヤンキーっぽいんですよね。うん、黄色っぽい感じね。だからちょっと髪の毛に負担がかかりすぎてるなっていうのが見てるのかな。お家でもトリートメントとかはしてる？してます。してるけど、た美容院のやつがいいんですけど、市販のやつ使ってるから、それでなんかこういう風になってるっていうのもあると思う。ああ、なるほど。シャンプーとかって普段何使ってる？市販のやつ。ああ、なるほど。シャンプーが結構重要で、それを変えないと髪の毛綺麗にならないというか、いつまでとってもこう綺麗にならないというか、こう髪質改善してもお家で痛めちゃって、髪質改善してもお家で痛めちゃって、結局こうなっていかないというか、体力が増えていかないんで、それをまずは変えた方がいいかもしれないですね。じゃあ、まあ今日は髪質改善っていうメニューをするんだけど、はい、今髪の毛ダメージすぎて穴が開きすぎちゃったんだけど、はい、その穴を埋める作業を髪質改善でしていきます。はい、今ボワってちょっと毛先が広がっちゃってるんだけど、はい、その穴埋めすることによってきっと髪の毛自身が引き締まってくれるので、はい、だいぶ変化が見れると思います。はい、色はじゃあ もっと暗くしちゃっても大丈夫？はい、じゃあちょっとやっていきましょう。はい、お願いします。はい、お願いします。この間はアッシュにしたんですけど、はいはい、アッシュのかけらもないんですよね。明るくなっちゃってる。多分もともとの髪の毛が明るくなりやすいんだと思います。って言うじゃないですか。違うんですか？そんなことはないんですよね。そういう髪質ってないんだよね、実は。結局その薬剤のせいでそうなってしまってるだけなんですよ。シャンプーのせいとか。シャンプーではなくて、まあ、シャンプーもあるし、あとはそのカラーをするときの薬剤のせいで抜けやすくなってしまう状態になっちゃってる。あ、ちょっと抜けやすい髪質ですねって言われてそう思っちゃってる人。そう思ってます。入りやすいけど抜けやすい髪質ですねって言われました。いや、そんな髪質はないんですよ。そう、 X、 あれなくしたとか。なくして、で探して取りに行きました。あの iPhone を探すアプリがあって、で、それで探しました。なんか駅の生産機のところに置いてあったっぽくて。危なー。結構みんながこう髪をきれいにするためにしてるトリートメントも髪が良くなることはないので。そうなんですか？そうなんです、実は。え、なんかあの薬局とかで頭につけるトリートメントのなんかあったんですよ。そういうのも多分きっとそういうことですよね。そうですね。実は多摩チューブをご覧の皆さん、実はトリートメントしても髪が綺麗になることはないんです。そうだから結構お客様で聞くのが、はい、1ヶ月おきにトリートメントしてるんですって、はい、全然綺麗にならないですって、はい、だから2週間おきに行った方がいいんですかねっていう方もいるんだけど。あ、美容室のトリートメント。そう、美容室のトリートメント。そう、まあけどお家でのトリートメントももちろん綺麗にならないです。だからそれで周期を増やしたからって髪が綺麗になることはないんだよ。結局そのトリートメントってコーティング剤なんだよね。だから車のコーティング剤みたいな感じで、傷ができたのをコーティングして隠すみたいな感じですね。内側からはよくできないんですね。そう、だから髪の毛って一度傷んだら治らないんですよ。だからそれなのにトリートメントを頑張っても髪の毛って綺麗にならないんですよね。何もしても髪の毛綺麗にならないんですよ。だから一番ヘアケアで大事なのって、はい、傷んだ髪をどうこうするんじゃなくて、傷んでない髪を綺麗な状態で広げていくっていうことが一番大事なことなんですよ。
うん、それに気づかないで傷んだからじゃあトリートメントしようとか、うん、傷んだからじゃあカットしようとか、それだと永遠に綺麗にならない。うちのサロンはその綺麗にしていくためにどうやって綺麗にしていくかっていうのをこう相談しながら綺麗にしていくみたいな感じですね。公開されました。はい、されました。ありがとうございます。お疲れ様です。じゃあちょっと触ってみてください。いいですか、はい、リアクションリアルなリアクションツヤが、あ、じゃあ触ります。はい、あー、ツルツル本当に思ってる。すごい、もうツルっとしました。ツルツルですね。おお、だから元の感じはすごいいいのに、はい、やっぱり殻のダメージのせいでここまでガサガサになっちゃったから、うんうんうん、改善の余地ありですよ。ありですね。うん、シュッてあのモハモハがなくなりました。そうなんですよ。わー、まとまり具合半端ない、めっちゃまっすぐですもんね、うん、ただバーッと乾かしただけでこれぐらいまとまれるようになるから、アイロンいらないですね。そう、髪もやっぱりその穴埋めをしたから、はい、こう一本一本が補強されて、うん、すごいしっかり盛りになってます。うんうん、わー、ありがとうございます。はい、めっちゃ綺麗。おー、じゃあ後ろでこういう、そういう感じで、あ、すごい、いいいいいい、おー、あの支援みたいになれるかもしれないいや、けどそれぐらい続ければ、うん、本当に綺麗になると思う。もったいない、本当に。わー、うん、ここすごくないですか。ツヤツヤツヤってすごいです。おー、お風呂入りたくないですお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、だいぶツヤが出ました、ね、はい、出ました。うん、今まで全体カラーを繰り返したせいでもともと素材が綺麗なのに傷んだ状態になっちゃって、うん、で色が暗く染めてもすぐ数週間で色が落ちちゃってるっていう状態になっちゃってるんで、はい、これからは、まあ、根元から黒い毛は生えてくるんでその部分はリタッチして、はい、で毛先の部分は髪質改善でどんどん補強していけば次第にこの根元の綺麗な部分がどんどん広がっていくので、で毛先傷んだ部分は髪質改善にしたからって治るわけじゃない。補強してるだけなので、うんうん、最終的にそこの部分は切ってなくしちゃえば時間をかければ綺麗な状態にしていけるので、それは時間をかけて、はい、治療していくって感じですね。はい、楽しみです。楽しみです、はい、これがどんどん綺麗にしていくんで、はい、お任せください。はい、で今日はあのそのシャンプーも持って帰ってお家でケアしてもらうんで、ヘアケアで一番大事なのはトリートメントしたり髪質改善することじゃなくてホームケアをしっかり整えてあげるってことが大事なので、もうリリーのシャンプートリートメントだったらどんな髪の方にも合うし、うん、どんな悩みの方にも合うように、やっとできたので、それをぜひちょっとお家で使って香りをまき散らしてください家族には使われないように減らないように減らないようにそうだ、たまちゃんのチャンネルの、リンク概要欄に貼っておくのでぜひ、飛んでいってください。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、はい、そんな感じで、この動画がいいなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますはい、そんな感じでありがとうございました。はい、ありがとうございました。またお待ちします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。バイバーイ。